琴井田先生は今や美容整形界ではカリスマですよね。先生はいつからゴッドハンドって呼ばれるようになったんですか？おいしい。でしょ、うん、このお肉絶品ですね。なんかこうみずみずしくてコクがある。これ何のお肉なんですか？私、先生の秘密知ってるんです。ヒューマンビーキュー。